流路津川に面した、豊満山公園。川高住宅、森家住宅、畑線の里に隣接牛津川は、佐賀県宅市西部に源を発し、小木市牛津町を経て、白石町福富付近で六角川に合流する一級河川である。延長約二十七キロメートル。佐賀県宅市西部の八幡岳付近が水源。宅市内を概ね東に流れ、 中通り川、今出川など、宅盆地の中小河川を合流する。宅市と小城市の境からは南に流れ、筑市平野の低地に入ると複雑に蛇行する。上流の宅市の区間はかつて、宅川とも呼ばれた。小城市牛津町牛津出牛杖川を合流、一部小城市と、岸間郡港北町の境を流れ、白石町大技福富付近で六角川に合流する。 川口から十数キロメートル上流まで標高は3メートル以下。最下流部の大城市牛津町、足利町では三角州と考えられる平坦部を下国する稼働の蛇行体が見られ、周りの地盤目によりも1メートル程度低く淡水、しやすい部分を形成している。なお足利町南部は、江戸時代以降の干拓地。 六角川本流よりは短いが川口から約12キロメートルの小賀橋下流までが漢字を区間。明治の鉄道開通以前は、宅地方で産する米や石炭が船で運ばれた。河口の牛津は、長崎街道の宿場もあって、1は、高橋、2は、牛津と歌われたほど栄えた。六角川本流と同じく中から、下流は、 朝廷勾配であり長い監視域を持つ浸水の常習地帯。内水停滞による浸水の対策が課題となっている。1953年6月、1967年7月、1980年8月、1990年7月、1993年8月などに洪水被害が発生している。1953年の洪水では、 上流山間部で氾濫を起こした後に原爆し、別府の東で数箇所破堤指定地に沿って、南下、支流春家川の氾濫が、合流、さらに六角川川口部では、六角川本流よりも優勢な流れで南下した。1990年の洪水は、宅市宅町から牛津町までの30箇所町で氾濫、小清水する大規模な被害となった。監視を行う観測所は、 妙見峡で、氾濫危険水位が4.4メートル、計画降水位が5.45メートルだが、1990年、出水時は6.06メートル、1993年、出水時は5.11メートルを記録している。牛津川における近代的治水工事は1936年に、遡り、堤防建設や増強、拡幅、河道掘削、 席の改築などが行われてきた。1980年洪水後の河川劇人災害対策特別緊急事業では、計画洪水位までの築堤や橋の架け替えなどが行われた。1990年洪水後は、二度目の激徳事業を、数字稼働掘削や問設置などに加えて、無田部遊水地の設置、同時期に国、県、市長により、内水対策として、 排水機場の設置が進められた。無多変遊水地は、宅市南宅町の牛津川中流に設けられた遊水地。面積53.4ヘクタール、洪水調節容量90万立方メートル。民有の農地に地域権を設定する方式が取られており、普段は農地として利用されるが、増水時は遊水地として国が利用する権利が設定されている。 1990年の水害を受けた事業で2002年6月に完成した。2009年7月の大雨では、妙見郷で史上2番目に高い水位5.62メートルを記録したが、有水地下道の効果などにより、上流から中流にあたる宅市内では、家屋の浸水被害が0個に抑えられた。 しかし2009年出水時、貯水量は満水の3分の1に過ぎない32万立方メートルに止まった一方で、下流の小城市牛津町では計画降水位を超えており、特に水位が堤防天場付近に達した地点では、水防弾による土の済みで過労じて、腰水を免れた。そのため川への排水が制限され、内水氾濫が発生した。 また2012年7月にも同様に遊水池が稼働したものの下流で内水氾濫が発生した。原因は稼働の基準が100年に一度程度の降水位に設定されていたためとされ、2013年に越流堤を固定席から稼働席に回収し30年に一度程度の降水位から稼働できるようになった。2012年策定の河川整備計画では、 さらなる対策として、牛津川下流に、牛津川遊水地の新設案が盛り込まれた。予定地は、小木市小木町池上で、農地や隣接する住宅の保障などの協議が行われている。2019年8月の水害では、牛津川から5カ所の腰水が発生するなどして、平野部が浸水した。これを受けて2020年に整備計画が改定。 牛津川本流の流化量を増やし排水可能度を上げることで内水被害を減らすため、稼働掘削、部分的なイン包み、遊水池の設置を5年程度で行う計画、また掘りなどの水位を事前に下げる取り組みの強化などが進められ、新たに牛津川中上流遊水池の計画も盛り込まれた。八丁ダム牛津江川六角川水系は、 九州地方整備局竹岡線事務所の管轄。ありがとうございます。